玉の6レース行こうと思うんですけども、これは昨日、メイさんすごいいいかかり方してて、奥井さんとじゃなかったら、俺、頭狙えるんじゃないかなって、はいはいはい、昨日のやつやっていたんで、三つどもえということで、347のボックスにします。もう、メイちゃんと、ワンチャンメイちゃんが頭で入ってきてるからかなり美味しい。うん。はい、あとは、昨日の感じ、なんか、池上彰さんがすごいいい伸びしてたんで、ワンチャンなんかどっちか4か7のマークについてたら、ギリ3着残りがあるかなっていうので、2、3にしました。これ3来たら出る、はい、やっぱ基本的にこの2人はもう追い込み型なんで、足溜まってると、その後ろについてたら足溜まってるんじゃないかなと思いまして、私はこちら4、7、4、7、2、3にしておきます。うん、もう7、4です。折り返しません。で、3着、1、2、3。優香小林の一撃鋭いまくり、はい、で、タカコさんがどこにいるか分かんないけど、どっからでも2着はで、確かに優香がまくり良くてタカコさんは届かないのか、はい、遅れちゃうのかの7-4、はいはい、で、3着は1-2-3、これはもう内枠で1って誰だっけ、田中舞ちゃんね、はいはいはい、ちょっとでも分からないですからね、小林優香さん。ちょっと怖かったんで、僕ちょっと折り返ししちゃったんで。いや、本当はね。仕上がりはすごいです。本当は折り返した方がいいのは分かってる。仕上がりはすごいです、本当に。第6レース、L 級ガールズ予選の2、1組目。3番の岩手124期、熊谷芽衣が前を取ります。4番、106期、千葉の石井貴子です。1番車、千葉104期の田中舞。7番は106期福岡の小林優香、4番の石井、1番田中、7番小林、2番の池上、1センター、6番手から5番佐伯が、6番田野口と6、7番手にいた2人がレースを動かします。佐伯がここは前に一旦出て打勝です。5番の佐伯は1人前に出ました。6番の田野口は5番手内潜り込む、7番小林優香6番手、2番手から3番熊谷芽衣が後ろを見ながら再度先手取り返します。叩き返してホーム先頭で通過、熊谷が先手取り返し、4番石井貴子終始ます。1番の田中舞が追っていくがちょっと離れかけている、この後ろ7番の小林優香が田中舞を目標に、そしてバック4番手からまくっていきます。バック4番手小林優香まくり、3コーラー2番手4番の石井が引きつけて合わせて踏み合っていく、同期の対直線、3番熊谷先頭、外から4番石井、7番の小林優香、最後同期伸び方どっちだ、内よっしゃー来た、さすが、昨日言いました、エンチャー池上あかり、池上あかりさんいいよって言ったんですよ、昨日池上あかりさんいいよって言ったんですよ。ちょっとね、47は売れてるから、そうそうそう、で、めいちゃんが行き過ぎちゃった時に、おおめちゃくちゃいいやん、よかったんですよ、昨日。だから YouTube にもね、いいですよってことは言ってたんですけど。なるほど、出てもらったのね。別に、いや、本人にね、斡旋中に、斡旋中にで、明日ちょっと狙い目ですよって言ってたんですよ、多分見てる人は多分買ってくれてるはず。買ったよね、やったー、買ったよね、やったぜ。オムライス食べて備えて寝よう。ブルーレディ公式チャンネルプラス玉の7レース、ここはもう、昨日ダメダメだった西島さんが先行、うんうんうん、か、安江さん、やっぱり。の、その後ろに乗る奥井文。で、最後伸びを狙う小林莉子さん。基本的にはもう、この7-4、4-7か5で決まるかなと思いまして、はい、7-4-5、7頭。確定の4554の折り返し。で、もしこれ、奥井さんが勝つときは、奥井さんの後ろに誰かマーク勢がいて、で、それを最後までさせないっていう、ハサミのパターンですね。ルートがなくなっちゃう。そう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 。4点で仕留めたいかなと思っております。こっち来たらいいね。はい、気持ちいいね。はい、小張子からの154。折り返し。それなるよね。これは1は、西島さんは、ちょっと、願望ではあるんですけど、はいはいはい、奥井さんが刺されるの嫌がって、もし遅くなった時に、西島さんが前で残っちゃう。はいはいはい。3着。でも一応2着も入れてる。で、伊吹は、何しても最後伸びれるんで、2着、3着はあると。最後の伸びはいけるよね。で、奥井さんの真後ろについちゃったら5-4になる可能性もあるけど、それはないと見て、もう一回同じ展開で、小張子、奥井さん。確かに。だから奥井さんって後ろつけたからないと思うよね、やっぱ。ちょっと足すわ。5の。うわ、いぶき？5からの4-7折り返し。
じゃボックスでよくない？そしたら。はい。いやまあ点数拾いたくない。あのね、4頭は俺ないと思うんで、ちょっとボックスは買いません。ああ、はい。逃げ切りなし。なし。後半戦第7レース L 級ガールズ予選の2組目、7名が固まっております。内側地元ホームバンク3番の三宅玲奈選手が前を取らされるか、7番の小林理子、その後6番の岩崎由美子、1番西島かの子、5番の山口いぶき、2番ルーキーの中原康江、4番の奥井文が7番手1番後ろ、固まった状況です。地元3番の三宅が前を取らされた状況で6番の岩崎由美子後ろを何度も警戒しております。奥井文は一番後ろからまず初手進めそうです。6番の岩崎がどうするか、2番手主張しておりますがここはどうするか、4番の奥井も2周目7番手から少し位置を上げようとしています。岩崎由美子の位置が決まりません。2番手主張しようとしていますが小林子も受け付けない。今度は三宅玲奈の前に上がろうとしております。残り2周半が近づきます。三宅が迎え入れます。ようやく縦位置です。6番岩崎、3番三宅、7番小林理子、7番の小林子は1走目4番手から追い込んで勝っています。1番の西島は1走目自ら動くシーンがありました。2番のルーキー中原1走目池上マーク打勝です。5番手と車間を1車進半が来た。4番の奥井文6番手、5番の山口が今日は奥井の後ろ、6番の岩崎が後ろを警戒、我慢比べか、小林理子も奥井の動きを警戒しています。スローな流れ、ここはもう岩崎が腹をくぐってペース上げていきます。奥井は幕に構えます。2番手と車間を一写真開けた小林理子、そして1コーナー6番手から4番奥井がまくってこれを1センター3番手から7番の小林理子合わせていきます。小林理子合わせてまくってその上を4番の奥井がまくっていく。5番の山口いぶきがぴったりマークしている。7番の小林理子が飛びつく。2番手踏み合いだがここは5番の山口が踏ん張った直線だ。4番奥井先頭、5番の山口いぶき、3着は外、一番下西島かの方。バカー1誰？西島さん。おい！ 2 枚持ってたのに。なんで西島さん？うわぁ。451はないわ。一番これでしたわ。考え方合ってるやん。本当に。そっか。いや、まぁ、でもちょっと展開が違いすぎたな。てか、もうちょい早かったら、いぶきが刺せてたら、けど、小針子関係ないもんね。うわぁ、そうなっちゃったらなぁ。やっぱ思うのは、やっぱ皆さん。安江は出ますよ。安江はね。いやでもだから本当安江がもうちょい早く行ってくれないと。そうだね。か安江がもう出ない。安江が出ないでもう、まあそうね、おけさんに行かせないと。でもそれじゃ安江意味ないから。安江は出るんだから。何しに来たの。うわぁ。いや結局今日3着だわ。奥井さん頭で4000円は美味しいね。いやちょっと奥井さんがそれ昨日と同じミスするわけないよな。確かに。高子さんに最後下がっちゃったんですよね。後ろ疲れて。でもなんか、いぶきもちょっと最後の伸び、まあ、じゃあ、玉のだからしょうがないとかもあるのかもしれないけど、最後の伸びが最近ないよね。ちょっと、いぶきさんね、あんま良くないですね。マジで、ここ、西島さん、昨日外した方がいいって言ったけど、全然決勝行くな。全然行くわ。全然行ったわ。悔しい。やられた。これから